やハロー、どうもこんばんは。アニメリアク職人ことマジダルギの浜です。現在2024年の5月24日金曜午前1時12分ですね。はい、先ほどジャンタマカンの5話、そして、今ゆるキャンシーズン3、8話ですね、見終えまして、もう神ながらの感想をあらすじをまとめたんで、ここからは花の湯くんと恋の病の8話ですね、アベマ TV で見ていきます。先に軽く自己紹介、自分の本業は大道芸人でありパフォーマーです。ナイトスクープに依頼者で4回、月曜から夜更かし、目覚ましより生放送、世界マリベ、テレビ特捜部などテレビ30本以上出演、2022年には深田恭子さんと CM 共務で果たしましたが、現在もコロナの影響で全く仕事が戻らず、ほぼ無収入状態でアニメリアクターやってます。リアクター的には多分投稿本数日本一、間違いなく日本一が再生数の低さ、チャンネル登録者数の伸びなさ、これにずっと苦しんでますが、1日前まず動画投稿を続けてます。ぜひ応援お願いします。では行きます。なおアニメ本編は流れませんのでご注意ください。またわけのわからんタイムで広告が入ります。申し訳ないですが、それを我慢しつつ同時視聴、もしくは普通に視聴いただいた後リアクションだけ確認でお願いします。行きます。 3,2,1 スタート。さあ、いよいよお付き合い始まるのね。花の糸と蛍がね、あれ、芝生って坂本真綾さんだっけ、誰だっけな。あ、そうなんかほら、矢尾総平とバトルにならへんかこれ。花のいい、接客か裏方じゃないんかね。初めてのペット。里村さんね。嫌です。はあ、はあ。言ってんのかね。
そこはまあ。そうやね、公私混同しちゃいかんがね。公私混同はいかんと。まさか同じぐらいバイトするわな。しかし、無視。めんどくせえ、これはめんどくせえ。いいやつよね、これで怒らへんのが。あの、あいつもそうだけど、あの響きの彼氏、なんだっけ名前、クロエ主任、クロエ主任ですか。ドドンって、置いていかないでほしい。どういう意味や。うん。仕事はきっちりしてるのね、花の絵。里村さんっていくつなのな。確かキャラ表には載ってないよな。載って、あ、載ってるわ。里村さとみね。そう、里里やからね。大学1年なんや。
んて真面目な。ブラックコーヒー飲めんの？なんだそれ。あ、常連さんか。なるほど。ちょっとええ話じゃないか。教えて。ああ、恥ずかしいか。そうか。照れとるで。ホタルエカオユズ駅。おお、置いていかないでって。お、大きいケース？大きいケース？ノーケース。君ゼロの渡辺、キラリやったっけみたいな。あかりか。あ、犬怖いんか。何？これスチール缶潰したんちゃうかこれ。
友達ね、髪切られた。ホタルなんや。もう花の井の魔女はホタコ言われへん。卒アルは見られたくないと。いや、いいね、今の。聞こえて、ああ言ってたね、やめてて。どこで、まあ、花の井なんて珍しいもんね、名字。まあ、自分の同級生に花の光って書いて花道ってやついますけどね。
髪短かったやな。花野にとってはある意味恩人やな、ほんなら。勝てないなあ。か。おお、頭ポン。そうね、月葉が坂本真綾さんやね。あ、クロエ、なんて読むのあれ、雪広か。沖津和樹さん、同い年です。三省堂書店。あれ、次回予告あったっけな。次回予告ないな。あ、待て。Cパートあんのか。6年1組水瀬蛍、青葉市立南小学校。花の湯、もしかして小学校一緒なの、もしかして。ひーやから、はーひー、え、はーひー、ひーの前、もしかして同じ小学校やん。え、花の井でひなせ、もしかして6年5組。あ、クラス違うんか。おーおーおー、あ、同じ小学校やったんや。なんと同じ小学校やったんや。いや、まあさ、クラス違ったら知らんわな、そら。はい、あ、まあまあ、とりあえず今回ね、おさらいしていきますと、まず花の井が、まあ、まず、響と、月葉に、芝生ね、に、まあ、晴れて、花の井とお付き合いしたということを、まあ、報告したと。そして同じバイト先になったということも報告したと、いうことだったけども、ね、これ多分見る人によっては花の井めちゃめちゃ重いわな。見る人によってはね、まあ、ちょっとでも長い、一緒にいる時間が欲しいからということで、まあまあ気持ちはそらね、うん。まあ、ほんで、クロエ店長かな、
主任か主任と店長って何が違うのよ分からんけどからね、まあ君ら何や悲しい彼女ってあんなも仕事中にそんな持ち込んであきまへんでというのを、まあ、先制パンチというかねかました。でもうどうやら八尾にはね相変わらず心を開かへんという感じで、なんともね倉田圭吾だけがあの彼氏倉田圭吾もねなかなか、もうちょっとこうね心開いてほしいけどね花野には。まあまあなんかあったんやろねきっと。まあほんで八尾にはねそのホタコ呼びをやめいと、その昔呼んでたかもしれないけど今はやめいと。あの正直ここも正直ビッグなお世話だけどねまあ正直ね、まあでもそれをねあの怒らずにちゃんとこう聞く、あの倉田圭吾もそうやったけども、八尾総編もとりあえずいいやつやなこのアニメいいやつしかおらへんな基本的には。で、まあバイトもねあの何本の棚出しって言ったっけ、それももう花の上が先にやってしまってたし、ラッピング作業もうねあのあっという間に覚えてたということで、すごいあの花の井はあのスペックが高い、何でもこなす天才肌みたいなね。で君常連やったやろということでね覚えられてた、これがまあ恥ずかしいと、いや黒井さんもええ人やったしね、なんかその嫌ってんのかなと思ったって言ったけど、ああいうたもんねあれはすまんかったってね、黒井さんもええ人。まあ、ほんでまあバイト帰りにね、まあもうちょっといてほしいと、なんかその最初にホタルがあれかドドンって言うて、あのしてほしくないこととしては置いていかないでくれってことだったから、だからあれかなバスの時に俺を一人置いていかないでくれってことで、こうもうちょっと一緒にいようぜっていうことだったかな。そしてね、まあしたいなと思ったらキスをね、これあの君ゼロのヒロインちゃう、渡辺あかりはあれや夫婦以上恋人未満な、あれ何だっけな君ゼロの、まあまあまあええか、したくなった、あの大西沙織さんがやってたね、あ名前飛んだな、でまあ最終回で来るのかなキスはね、ほんでデコをピトリとね、こうしたら慣れてくれへんかなと、ああやってみたい。ほんで今度京ちゃんが慶吾の家にお泊まりに行くってことで、でっかい、なんすかゴールデンレトリバーがいるって言ったっけ、これ書いてんのかな犬嫌いやって、どこや、高校1年生でホタルの親友の一人通称京ちゃん、ホタルとは中学校からの付き合い、恋愛体質でよくホタルやシバムに話を聞いてもらってる、基本テンションが高くノリがいい、あ書いてへんな、まあ、とにかく犬が怖いと、いうことで、じゃあ犬を飼うてる八尾くんに相談やということでね、まあ花の湯も花の湯あれ多分スチール界のメキって言ったもんね、フレッドブラシ、あフレッドブラシは紙付きの方かだっけ、アイアンクローの方はあれだ、あんな回すだレスラーの名前忘れだね、あのスチール感縦に潰すね、あの往年のもうかなり古いレスラーね、あの一家揃ってアイアンクローがすごい、あ名前急に飛んだな、ブラシは紙付きの方や、まあ前はで、あちょっとでも気持ち悪いしやっぱりあかんわ、アイアンクロー、プロレスラー誰だっけな、あフリッツ・フェニックやなんでフリッツ・フェニックの名前飛んだんや、ねえフリッツ・フェニックかっていうね、あのフリッツ・フェニックはあのマジでスチール感縦にぐちゃって潰しますからね、すごい握力、どうでもええわそれね。花の井はまあ力もあるわけやね、まあそして当然花の井も一緒に行くことになり、そしてまあ八尾の家でこうちょっとね昔話に花が咲いたけども、まあ花の井はね、あれだからそうか卒アル出されたら花の井見つかるからほんで辞めさせたんやな、あれああそういうことか、今気づいたわ、そういうことやな、あそこで卒アル見せて、あれ花の井おるやんってあったらいかんもんね、そういうことか、まあ、ほんでまあまあねえ、まあ、京ちゃんは一応克服できたんかな、でまあまあ花の井もええやないかってことで、いやもう僕はいいわって言ったけどね、はいとそこではいよしよしよし、なんすっけ可愛いなホタルって言ったっけ、忘れたけど、でホタルがギャーってなったわな
あ、その前にね、あの花の井がその黒谷主任に覚えられてて照れたっていうね、この照れたっていうのがちょっとこう花の井のこのなんか、今までこう閉じてた心をこう開くほんの少しの隙間になったんじゃないかなという感じがするけどね。まあその後にね、八尾くんにはね、なんかどっかで聞き覚えあんねんけどなってね、花の井なんて名字珍しいからね、これが鈴木佐藤とかってね全然あれやけど、花の井なんてめったにいい日もんね。まあそしてまあ、京ちゃんが、まあ、いたから、恋に興味を持つことができたという、まあ、過去の話を聞き、あ、それじゃあそら浅見さんには勝たれへんわという、まあ勝ち負けじゃないんやけどね、うん、京ちゃんにまで嫉妬しまってるもんね、花の井は。ちょっとねそこがあのいたたたたたと思うんやけどな、女子に嫉妬はいかんぞ。かつてちょっとね、自分のある友達が、まあ、あの彼女って、でその彼女っていうのはもともと自分の知り合いだったんですけども、この彼女の方がね、まあ喋ってることでどうやら自分に嫉妬したことがあったというねいや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 っていうねことがありました。どうでもいい話、すいませんね。え、女友達にまで嫉妬するのはちょっとな、鼻の痛いで、これはなんか事件起こしそうな気するな。まあ大丈夫と思うけどね、京ちゃんに対してはね。まあ花の井にとっても京ちゃんは恩人や。 あの京ちゃんいいんかったら自分にね、あの恋してなかったやろうしね。さあそしてあの同級生やったということが判明したのかな。いや見てなかったか、あの八尾は見てなかったか、まだどっちや、多分見てなかったね。ほんでなんであの時にって言ってた花の井が見てたから、まだバレてへんのかな。さあでもこれがバレて果たしてどうなるかね、どうなんやろな。実は小学校時代の花の井のことを思い出したりしてね、あの時みたいな、ないか。はい、ということで花の井くんと恋の病8話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、また応援コメントなどよろしくお願いします。はい、ここからは1分ちょいで自己紹介するんで、興味ない方はここで切ってください。はい、自分は世界で唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーやってます。普段やればできる諦めない伝えたくて、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスをしてますが、現在コロナの影響で約4年3ヶ月、仕事が全くない状態、貯金と節約生活だけでなんとか生き延びてます。そんな自分の本業も知って、ぜひ応援をしていただきたいんで、説明文にある URL をクリックしていただいて、できれば本業のチャンネル登録、応援もお願いします。そして深田恭子さんと出たこの CM の URL も載っけてますので、ぜひ見てください。アニメのリアクションその他もろもろスタートして、今日で1520日目、長いですね。ただこのチャンネルはもっと長い、2009年4月の24日パフォーマーのチャンネルとしてスタートしておりますが、コロナの影響で一気に仕事がなくなり、いつの間にかこのチャンネルでアニメのリアクションをスタートしてしまってからの約1年5ヶ月分推定2000本以上、2021年の8月18日までのリアクションの動画自ら出て削除させられるという地獄を味わってます。なんとか乗り越えたものの、今もずっと地獄で、冒頭でも言ったように再生数、チャンネル登録者数全く伸びず、ずっとしんどい、やめたい、言い続けてます。それでもなおやればできる、諦めない、伝えたい、そう思って一日も休むことなく気合と根性だけで動画投稿を続けてます。ぜひとも応援お願いします。以上、アニメリアクション職人ことマジ大道芸人浜田でした。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは失礼します。